6月権利株主優待おすすめ4銘柄ということでやっていきたいと思います。まずはスカイラークですね。18枚ぐらいで買えてしまいますと。やっぱ南西この銘柄、その使える場所が多いというね。えー、そこが一つやっぱり非常にポイントじゃないかなと思います。スカイラークといえば、 やはりね、えー、ガストでおなじみかと思いますけれども、はバーミヤンとかシャブヨとかですね、このあたりの店舗でも使えますよと。で、6月末、12月末が権利になってて、何がもらえるかというと、株主優待カードですね、えー。100株以上保有であれば2000円分もらえますと。3000円以上であれば5000円分ですということで、昔はですね、このスカイラーク優待もむちゃくちゃすごかったんですけど、ちょっとね、解約が入って、 とはいえ、もうそれでもまだやっぱ人気の6月12月優待といえばっていうぐらいで1番目か2番目かまあ4番目かね、えー、ぐらいに出てくるぐらいやっぱ まあ、超定番の未だに人気のの銘柄ですよね週足のチャートこちらのようになっておりますで信用倍率0.05倍なんで今すでにもうクロスの空売りめちゃくちゃ入ってきてる状況で人気だなということで PR425 倍というね、えーまあ、超絶えげつない割高チーズインハンバーグ何個分か分かんないぐらい割高なんですけれども業績今赤字拡大中ではございますけれども通期見通しだは一応ね黒字転換見通しだよということでこの業績 見通しの EPS が4.4円なのでそこから換算するとね、えー、めちゃめちゃ割高なんですけどまた来年再来年で正常化してくればまあ、全然ね、適正バリエーションに戻ってくるんじゃないかなと次の銘柄はカルタホールディングスですねこちら12月末6月末の権利となっておりますで、何がもらえるんですかというとデジコというね、デジタルギフトがもらえますで、一旦デジコでもらってそれをアマギフに変えたりとかまあ、あと他にもむちゃくちゃいろんなものに変えれるんですけどそういったサービスになって 3年未満の保有であれば1000円相当3年以上であれば1500円相当になりますよと。でマギフだけじゃなくて LINEPay とか Apple とか Google とか QUO カードとか D ポイントとか JAL とかね、えーまあ、いろんな、えー、この辺りに変えることができますよと。 あと、ペイペイとか、そういうのもいけますラインナップは約6000種類以上ということでね、基本的には何にでも変えられますよというものでございます。ただね、これちょっとチャートがめちゃくちゃ右肩下がりになっているっていうところで、逆に言えばね、優待狙いで行くのであれば、 まあまあ安く買えるかなというところですね。業績こちらのようになってまして、第1クォーター実績ね、えー、赤字転落。で、営業利益もマイナス59%ということで、業績がね、ちょっと直近で悪化してきておりまして、で、この一区の赤字12億円ってなんだっていうと、えー、こちらですね、特別損失。 減損損失出してまして、本社移転してるので、それに伴う減損損失ですね。12億円のマイナスになっておりますと。本業の方がマイナスになっているところに関して、こう営業利益がね、すごい下がってるんですけど、そこに関してはデジタルマーケティング事業ですね。まあ、やっぱりちょっとね、広告がやっぱ調子悪いみたいでして、広告事業で売り上げと利益とね、大幅に削られておりまして、業績悪いっていうところからチャート的にこうずっと右肩下がりになってるんですけど、 まあ優待がね、まあ、なかなか面白いというところで、えー、こういったギフト系欲しい人は面白いんじゃないかなと思います。次、三つ目の銘柄ですけれども、アイスタイルですね。こちらは、6月末だけの、1年に1回だけの優待となっております。そして、何よりこの銘柄やっぱね、面白いのが、6万円で買えてしまいますよと、まあ、7万円ぐらいですけど、非常に安いですよと。で、何がもらえるんですかというと、あの天下のアットコスメの限定割引券がもらえます。あとはね、アットコスメ メストア限定10%オフ割引券ももらえるんですけど、結構ね、金額がすごくてですね、6400円相当ですね、600円相当をかける ×4 枚と1000円相当をかける ×4 枚ということで、3000円以上の購入で600円相当1枚使えますと、5000円以上になると1000円相当1枚利用可能ですよというね、条件はあるものの、まあ、6400円で価格もだいたい6万7000円なので10、10%ぐらいですよね。 そう考えたら非常にすごいなと。で、あとこの10%割引チケットもあるんで、それとか考えると、まあ、全然10%以上の優待利回り出てくると。 いうことで、結構すごいんですよね。で、アットコスメショッピング何買ったらいいんですかということで、個人的にはね、このイプサーとかね、結構おすすめですね。もうこれ資生堂の商品なんですけど、非常に人気ですね。もうこれ本当にベスコスにも入ってますし、もうずっと人気の化粧水。なんかよくわかんない、どれか、どれ使ったらいいですかまあ、とりあえずこれみたいなね。株最近始めたんですけど、何買っとけばいいですかじゃあ NTT とりあえず買っといてください。ぐらいの感じの、とりあえずこれ使っといてください。みたいなね。漫画、 読みたいんですけど何読んだりですかじゃあワンピース読んでくださいみたいなもあとはそれが化粧水あんま使わないよって人はこうねシートマスクとか、えー、メディヒールのやつなんですけどこれもめちゃめちゃ人気ですね。 はいえー、皆さんのねお肌に合わせて使っていただければと思います。で、チャートなんですけれどもこちらのようになってまして、Amazon と提携してるっていうところがめちゃくちゃ強くてですね、だからこの会社すごい面白いんですよね。単純にカタリスト、まあカタリストって材料なんですけど、えー、そういった材料をね、たくさん秘めているということで,で、第3クォーター実績でもかなり利益の方がね、復活してきておりまして、まあこうどんどんね、店舗型の方も力入れているということで、いろんなところにね、出店してますけれども、そういったオンラインだけじゃなくて、オフラインというところ これも力入れてってるんで非常にね面白いかなと思います売上に関しては今年過去最高の売上の見通しとなっております業績もね黒字転換してきておりますで最後4つ目の銘柄ですけれどもジオフードクループ本社でございます価格が14万15万ぐらいですかねで買えますよとで12月末6月末の年2回の権利となっております何もらえるんですかというと自社プライベート商品もしくは株主優待食事券ということで えー、100 3000株以上であれば 3, 円相当もらえますでジオフードってどこで使えるねんというと毎度大きに食堂とか串屋物語とか鶴丸とかですね、まあ、毎度大きに食堂っていうのは、まあ、どこの地域にもね、まあ、皆さんの地域にもあると思いますけれどもこういったその地域の名前がついてる食堂ですよねなんちゃら食堂ってあると思うんですけど出張行って出張先でねこのなん,ちゃらなんちゃら食堂ってあるとうわ いい感じってね、えー、なるあの例のあの食堂ですね。ここで使えますよと。で、週足はこちらのようになっております。はい、一緒横横ですね。PR6759 e 倍ということで、 まあ、ご飯何杯分かわかんないぐらいね、ちょっと大盛りなんですけれども、業績がですね、黒字転換予想となっております。直近ではですね、あんまり業績良くなくてね、赤字赤字赤字だったんですけど、まあ、直近で赤字縮小傾向ではあります。だから、第1クォーター実績で業績赤字ではあるんですけど、今年の見通しは黒字転換見通しだということで、まあね、今年ぐらいから頑張りますよと。 いう感じですね。はい。ということで、まとめなんですけれども、こちらのようになっております。快カイラク、カルタ、ホールディングス、アイスタイル、ジオフードとなっております。はい。まあ、あとですね、その他、時価総額めちゃめちゃ小さいクオカード系、まあ、特にね、不動産系とかもあるんですけど、こういうのね、ほんとすぐなくなるんで、えー、気をつけてもらえればなと思います。だから、クオカードを取るために、その1000円とか500円のクオカードを取るために、価格、株価本体が、 まああの3000円とかね4000円とか下落するとかまあまあちょこちょこ見られるんであとかつ時価総額めちゃくちゃちっちゃいんでちょっとその動きが激しくなりがちですよね板が薄いっていう表現するんですけどまああんまり取引してる人が少ないんで一気に株価が動いたりとか まあそういう参加者が少なすぎるっていうデメリットはあるんで今回そういう時価総額小さすぎるクオカード系はね外してるんですけどまあクオカードだけにねちょっと釣られすぎるのもあんまりよろしくないかなと思いますということでねまあ6月本当に面白い優待たくさんあるんですけどもその中でも,も結構比較的使いやすくて価格安くてっていうところでピックアップしてみたので最近株始めた方はぜひ参考にしてみてくださいはいということで今後この株式の説明以上